4年ぶりとなる全島エイサー祭りが明日から開幕します。今日は出演する団体の中から力強い舞で愚帝エイサーと呼ばれる沖縄市の御育青年会を紹介します。山内記者のリポートです。毎年30万人が訪れる全島エイサー祭り、新型コロナの影響で2020年から中止が続いていましたが、今年4年ぶりに開催されます。御育の街にエイサーの響きが返ってきました。三線の音、太鼓の音、一打一打が力強く胸を叩くように心を震わせます。勇壮に舞う御育青年会のエイサー、従来の規模での道樹齢は4年ぶりです。1歳と3歳初めてかな。エイサーどう？楽しい？楽しい。もうコロナが収まって本当に良かったなと思って、あのワクワク、なんとなく三味線の音聞いたらワクワクしてお家にいられるという状態、今年とっても。御育エイサーはその力強さから愚帝エイサーと称されています。太鼓を高い位置で維持して舞うのがちょっとこの愚帝エイサーって言われてますね。あと男踊りの型を空手を取り入れたこの力強い演舞が一番見どころですね。御育青年会は新型コロナの影響で一時活動を休止していました。再開に向けて不安もあったそうです。もしかしたらこのもう本当に廃れてもう人も集まらなくてなくなっていく団体と、なんとか頑張って伸びていく団体とって分かれてくると思うよっていうのは聞いてて、じゃあこのやっぱ伝統ある御育青年会潰すわけにはいかないなということで、また今年新しい人も7名ぐらい入ってきてるんで、また来年から伸びていけばいいなという。全島エイサーの出演、そして地域の道樹齢、再開には青年会をサポートした OB の存在がありました。今この4年間というのは活動もできない状態で、後輩が入ってこないっていうのがすごく懸念してたんですよ。3年間というとやっぱこのブランクっていうのは大きいもんですから。OB の遠山さんは一度休止した青年会活動を再開させる苦労を経験しています。自分なんか16の時に高校1年生の時に御育青年会入ったんですけど、翌年またその3年ぐらい途切れてたんですよ。なかなか人数が集まらないっていうのもあって、やっぱ地元にエイサーがないとお盆は寂しいよねっていうことで復活させたんですよ。途切らさないっていうのが一番の目標で今現在に至ってますね。一度は途絶えた御育愚帝エイサーの響き、若者たちは OB や地域の人のサポートを受け、コロナ禍を乗り越えました。4年ぶりの晴れ舞台に向け演舞に磨きをかけてきました。今年から加わったメンバーも先輩たちの背中を見ながら拳に力が入ります。コロナの前のエイサーが一番かっこよかったので、やっぱコロナでちょっと入れなかったんですけど、今入れたって感じですね。自分のお父さんも青年会入ってたんですけど、やっぱどんどん引き継いでいかないと、伝統を途絶えたらちょっとこの先輩たちの思いも届かないので、やっぱそれを届けていきたいなと思ってやりました、ね。地域の道締めは地域の人しか見ないと思うんですけど、やっぱ全島となってくると全国とか海外からも来ると思うので、やっぱそこでエイサーの魅力を伝えていけたらなと思います。この青年会っていうのはやっぱどうしてもこの若い力っていうのは地域にとってはなくてはならない存在ですので、なんとかこの今いるメンバーが頑張ってくれて、そのまま引き継いで、エイサーができてるっていう状態なので、もうすごく先輩としても誇らしい思いですね。地域の誇りを胸に抱き、自慢の愚帝エイサーで全島エイサーの会場を華やかします。
全島エイサー祭り、やっぱこの沖縄県でも一番大きい祭りといってももう本当に過言ではないぐらいの祭りなんで、相当会員のこのメンバーも気合い入って、で OB の先輩方の力もちょっと借りて、このずっと受け継がれてきた型を崩さないように、まあこれで全島本番で綺麗な型見せれればいいかなっていうふうに思います。活動を休止して伝統が途絶えてしまうかもしれないという不安も大きかったと思いますが、今年新たに入ってきたメンバーもいるということで、ますます活気づいていくんじゃないでしょうか。やっぱこう120年という歴史や、いかにこう地域に根付いているかというのを再確認できる期間にもなったのではないでしょうか、はい、さて全島エイサー祭りは明日の日寿年を皮切りに3日間にわたって開催されます。出演する団体の皆さんにはぜひ全島エイサーの会場で堂々とした演舞を披露してほしいと思います。